大岡病豊川稲荷東京別院は、東京都港区元赤坂にある、総当州の寺院である。豊川稲荷病元寺の唯一の直轄別院である。大岡越前守忠助が、豊川稲荷からから立ちに点を誕生し、屋敷稲荷として、自邸で祀ったのを由来とする。大岡家では、三河時代より豊川稲荷を信仰していたといい、越前守の時に、 江戸の下屋敷に空立ち二点を勘定して祀ったと言われる。その後、大岡家の下屋敷が赤坂一月に移転となり、豊川稲荷も引き続き移転先の屋敷で祀られた。江戸では稲荷信仰が盛んであったため、大岡家庭では毎月、馬の人十二日には門を開けて、一般庶民の稲荷への参拝を許していたという。その後、文政年、信徒の要望により、 妙原寺が一月の大岡邸の敷地のうち、4分の1を借り受け、豊川稲荷の江戸三継所を混流したのが、東京別院の創建とされる。江戸三継所が設けられたことにより、一般神徒も参拝が毎日できるようになり、今までの大岡邸の屋敷稲荷は、奥の院とされた。明治9年、東京府は、私有地で祀られる、社道への、 無許可での一般参拝を禁止する二つを出した。これにより東京産経所も一般参拝ができなくなり、大岡邸の空立ち二点の分例は豊川の明源寺本院へ返された。二年後、府から許可が下り、一般参拝が再開された。明治二十年、大岡邸の一角では手狭になり、道具の新、増築も困難であることなどから、現在地に移転した。 大河江前守るは、江戸南町奉行としての活躍や、旗本から大名へ取り立てられたことでも知られる。それにあやかり江戸の豊川へなりも、立身出世や東南避け、失志者、失踪人などの貢献で評判となる。川柳にも、石川は盗み豊川盗ませずと読まれた。また、明治以降の赤坂は、料亭や芸者などが集まる、下流会が発展し、 芸道を制御とする人々からの信仰も増えた。現在も、ジャニーズ事務所所属タレントをはじめ、著名な芸能人、スポーツ関係者からの信仰を集めていることでも知られ、2月の節分会には、各界有名人も多数参加する。三門家の稲荷一歩足を踏み入れると、都会の喧騒とは隔絶した世界が明ける。武家屋敷の稲荷を由来とする稲荷神社は、少なくない。 同じく、日本三大稲荷に数えられる、笠間稲荷東京別社も、笠間藩主、牧野家の屋敷稲荷が元となっている。他の武家でも、初馬などは屋敷稲荷を解放するところは多かった。当時は、豊川は、大岡家の領地であった。日本歴史地名体系では、明治20年赤坂小学校敷地となったため、青山通北側の現在地に移転とあるが、 大岡家が隣の赤坂小学校の敷地になるのは対象になってからである。東京別院の移転は小学校とは関係はない。石川とは、無論、石川五右衛門のことである。ただし、釈迦如来が別院全体の本尊となっているわけではない。伝承は高田長臣によるが、大石学ぶ大岡忠助によると、高田豊川町には越前守家の下屋敷はない。 この場所には、19世紀になると、同じ大岡市で、旧代将軍家中の側用人、大岡忠光の家の下屋敷が入る。越前守家と忠光家は、江戸入府の後に分かれたので、三河時代は同じ家である。また、高田豊川町という町名がつくのも、明治5年であり、当地の豊川稲荷は、大岡忠光家の屋敷稲荷だった可能性が高い。ありがとうございます。